ペリー・コモはアメリカ合衆国の歌手、フランク・シナトラと並ぶ大物エンターテイナーとして多くのテレビ番組、ステージで活躍した。1912年5月18日、ペンシルベニア州キャノンズバーグでイタリア系アメリカ人の家庭にピエリのコモとして生まれた。理髪店の見習いをしていた頃に、 町の歌声コンクールで優勝したことがきっかけで1936年に歌手としてデビューした。当時は歌う床屋さんと呼ばれて親しまれた。フレディカーロン楽団の専属歌手としてデビューしたが、やがてテッドウィ、ムスの木に泊まり、専属歌手となったが、第二次世界大戦の余波で、楽団は解散しペリーは再び理髪師に戻ったが、彼の歌声に対する期待は、 高まりラジオの CBS 放送で自身の賞を持ち1943年 RCA レコードと契約した。デビュー曲はグッドバイスー。1945年の字の終わりまでが初めてのミリオンセラー。この時期、数本の映画にも出演したがすぐに撤退し、ラジオ、テレビをうまく活用し、スターへの道を歩んだ。初期の頃の歌唱スタイルは、 ビング・クロスビーに告示していたが、やがて自分のスタイルを確立し、クロスビー、フランク・シナトラと並び20世紀を代表する本格派のポピュラーシンガーとして君臨した。1950年代には、パパはマンボが、お好き、ホット・ディギッティのようなノベルティソングを数多く録音したが、売り上げが好調であったためと思われる。彼の進化はバラードで発揮され、恋の虜、魅惑の酔い、 ハロー、ヤングラバーズ、イフ、バートバカラックのマジックモーメンズ、夢で恋すれば、It's Impossible and I Love You、そうなどのスタンダード中心のヒット曲を持ち全米ナンバーワンとなった歌は14曲。1953年には14年の長寿番組となるペリーコモショーがスタートし、このテレビ番組は日本でも1959年12月から2年間。 放送され、人気を呼んだ。1967年以降は、毎年のように TB スペシャルを制作し1994年のアイリッシュクリスマスまで40本を数えた。公演を録画した番組のほかハワイ、ロンドン、メキシコ、オーストリア、ニューヨーク、ハリウッド、バハマ、カナダ、パリなど、世界各地でゲストを招いて収録されファンを楽しませた。 1970年には、ラスベガスのインターナショナルホテルに6月25から27日まで出演し、その模様は、ペリー・コモ・イン・パーソン・アット・ザ・インターナショナルホテル、ラスベガスでレコード化され大変な話題になった。レコード会社は、デビュー当時から40年以上にわたり、RCA に所属した。このような長期間同じ会社にいることは、 当時から待遇アップなどの条件でレコード会社を移籍するのを常識としたアメリカの考え方としては非常に珍しく国内外問わずファンに誠実な印象を与えた。また、マフィアとの関係を嫌いカジノでの公演を拒否し続けた人物としても知られ、フランクシナトラと異なりスキャンダルの少ないクリーンな歌手として芸能生活を送った。百七十九年には 初めての来日公演を果たしている。ワーム・アット・ハートとも言われるその温かく優しい歌声は時代を超越して支持されている。1999年5月15日故郷のペンシルベニア州キャノンズバーグにそれまでの功績を称えコモの等身大の彫像が設置された。2001年5月12日フロリダの自宅で死去。88歳没。2002年には グラミーライフタイムアチーブメントアワードを受賞。ありがとうございます。